ねえ、めっちゃ忘れちゃうよね、傘。あっち、お疲れ様、ありがとう。最近マジでしっかりしたメイクしてないけど、肌荒れがやばすぎてしっかりしたメイクができないよねっていう。傘はなくす？生き物とは。キャミちゃんもなくすん。ブルーレイ見た、ありがとう。武道館裏話とかできたらいいね今日。今日すごい薄くない？ちょっと待って、見たい。誰かあの顔確認用でツイートしていただけると助かります。絶対薄い今日。待って、ちょっと充電してもいい？サイン会投げるだけ投げた、ありがとう。ななこ、まともな傘買わなくなってしまった。めっちゃわかる。今日さ、コンビニで傘買ったのよ。なのにさ、なのにさ、それもレッスン場に置いてきてさ、もう泣いちゃうんだから。いつもより薄いは違うよ多分。だっていつもすっぴんでやってるもん。だからいつもよりはね濃いはず。なのになぜか薄い。私がスクショすると絶対目つぶってる。やばい。待って、分かった。何をしたらいいか分かった。ちょっと待って、何をしたらいいか分かりました。何のメイクをしたらいいか分かりました。なんかピンク入れたらいいんだよきっとすぐにピンクっていう思考に入る。待って、すっぴんがすっぴんじゃない、そんなことないよ。みんなを否定する。否定したらダメだね。そんな、ありがとね本当に。そうやっていつも私のことを元気づけてくれて。ほら、ちょっと濃くなったくない？こうすればなんか、なんかちょっとメイクし、ちょっと待って、なんか地雷系みたいになっちゃったんだけど、なんだろう、なんかなんで、なんかさ、なんでなんか今日なんかこんな変なのなんか変やだ。怒っちゃう、怒っちゃう。チークかしら？チークがないの。透明感。なぎさのキラキラメイク好き、ありがとね。いつもそうやってみんな優しいことばっかり言ってくれるんだから。もうなぎさおばちゃんは泣いちゃう。マジでどんな時も好き、ありがとう。なんだろう、目のメイクが薄いのかな。まあいいよねそれぐらい。だってさ、ショールームはそうやって気を張る場所じゃないって私教わった誰に誰にって感じだね。ジップロック完全復活、なんでわかるの、なんでわかるの。ゆうくんだ。まあまあいいんじゃない、なんかもう適当で適当でとは。のんのちゃん、くまありがとう、いつもありがとう。なぎさのこと好きでってくれて。ね、なんだろうこれ、七夕、七夕ですか。七夕になってるね仕様が。斉藤のりさちゃんがチコになりたいけど怖いので髪押しのままでいます。7月6日に期末テストなのはもう運命。嘘でしょ、期末テストなの、頑張って。じゃあ期末テスト頑張れとガチ恋にさせちゃう言葉をのんのちゃんに言いたいと思います。のんのちゃん、テスト頑張ってね。のりさのこと好きになってどうですかのんのん。怖いって何？好きになっちゃってよ、お願い斉藤なぎさちゃんがチコイガチコイ言ってるけどさ、大丈夫なのかな。ガチコイほど怖いものない。ガチコイ怖いものないですね。それまあさ、好きになると苦しいよねやっぱ人。まあな、落ちちゃう、落としちゃうよな、たまなの。ブーさん、クマありがとう。ガチ恋って怖いんだよ、ガチと。そう、ガチ恋はね、ジェラシーまみれになっちゃうらしい。ジェラシー。まあ、そんな君も可愛いけど。今日なんでそんなにピカピカ美少女、嘘でしょ。可愛すぎてリアルに携帯落として落とさないで。ガチ恋すると周り見えなくなるの。
二平さんタワーありがとう。二平ちゃんじゃん。だんだん二平さんから二平ちゃんに変わっていく女。今日もミリニャとたくさん会いました。じゃあミリニャの可愛いエピソード教えてあげるね。なんかミリニャってこうやってやってくるんですよ。こうやってね、顎にね、顎にこうやって乗せてくるんです。肩に顎を乗せてくる。顎に乗せてくるじゃないわ。顎に乗せる、やばい。そう、顎に、あ、肩に顎乗せてきたりとかこうやってしてくるんですよ。可愛くない？そう、可愛いでしょ。二平ちゃんのミリニャ。二平ちゃんのミリニャですから、これからもよろしくお願いします。渚と、渚のこともちょっとかま、全然あれなんで、目があったらこうやってかまってください。これからもよろしくお願いします、ミリニャちゃんを。二平ちゃんのアイコン、アイコンだっけ、アイコン見るといつも、あとラーメン好きですよね。そう、ラーメン、おすすめのラーメン教えてください。あれ、アフリ食べてた、アフリだっけ。私めっちゃ気になってるんですよね、アフリ。アフリだっけ、なんか糖質なんかオフみたいなやつあるよね。ね、にへちゃん、ティクリン、クマありがとう。ガチ小屋マジで病なの、ののんちゃん。今日画質めっちゃ嘘。リアコこじらせて、画面越しに私も会えるけど楽しみにしてます。聞いてないっす、やばい。聞いてないっす、やばい。顎に乗せるはやばい、それはそれな。顎になんか乗せるのはもうサーカス。ね、アフリめっちゃ美味しいんだよね。アフリうまいんだ。え、食べたい。そう、こんにゃく麺みたいなやつ食べに行こう、今度。アフリ食べたらちょっと言いますね、感想。涙袋ぷっくり。今日も会ありがとう。アフリ美味しいっていうね。そう、めっちゃ気になってんよ、ずっと。有名だよね。そう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 、だから食べてたからさ、にへちゃんが。そう、気になって、なんかファンの方がねツイートしてるラーメンとかすごい気になっちゃう。あ、まさまるもねタグ付けして結構ラーメンさ載せてくれるから見てる。二郎系とかも好きですよ、私。スペイン当たったの、マオありがとう。こんばんは。アフリ好き、そうなんだ。ビリニャータンタン麺懐かしい。めっちゃ美味しいですよ。カズヘー。ねえねえ、今日ね私足をね火傷しまして、めっちゃ痛いです。変えてた。 AK ラーメンも好きです。あ、ともみちゃん、ね、待って、マジで痛い、真っ赤っかなんだよね今。藤丸世界で一番うまい、そうなの。藤丸調べよう。赤羽にあります、藤丸。今日朝ドラのヒロインから、本当に福丸、あ、福丸と藤丸やばい、似てる。藤丸調べよう。世界一美味しいって言われたらそれは調べるしかないよね。ジロー食べれるよ、ケイジくん。まさまるや、やけどしがちでしょ、ゆうちゃんも。やけど、そう、ありがとう。藤丸、待って、めっちゃ美味しそうなんだけど。うるさい女、待って、マジで美味しそうなんだけど、よだれ出てきた。そうなんだ、美味しくて量が多いんだ。足負傷しすぎ、確かに両足負傷した。あさみちゃん、友達がぶちの頭の間にハマりました。やった。エビ丸ラーメンも知ってる、見た。京都のきらめきっていう、まぜそば美味しいよね。ラーメン大好きなんだよな。てかラーメンの話聞くのもすごい好き。藤丸エビ丸。丸がつくの美味しいんだね、きっと。横浜駅にある本丸店、丸がつくと絶対美味しい説ない。あ、ケイサだ。今日ほんまに美人、嘘やん。札幌の味噌ラーメン美味しい。今日こんな大丈夫だよ。人間がこんなうまいラーメン作れんのってなって、超宇宙人。宇宙人やばい。
多分ね、美味しいラーメン作れるのは店長宇宙人なんだって。面白すぎるでしょ。福岡ね、美味しいラーメン屋さんいっぱいありそう。水内ラーメン美味しいよね。油そばも大好き。あ、寺田そうだ。やっぱ宇宙人が一生残っちゃう。もうさ、全部さ、みんなが美味しいラーメン屋さんさ紹介してくれるために店長宇宙人なのかなって思っちゃう。横浜の吉村屋、なぎラーメン、豚山ね、知ってる。なぎってラーメン屋さんあるの。私、中本の北極ラーメン食べますよ。ラーメンこの世からなくなったら人生あれやばいじゃん。明日ステーキ食べる、いいな。ツアーの時私あのステーキ食べました。吉村屋は家系の元祖。そうなんだ。千里眼行ったことない。吉村屋調べよう。なんかね、昔は結構いっぱいミリネに連れてってもらってた。なんだっけ、どっかあのね、一回食べたね、めっちゃラーメン美味しかったんだよね。山口なんだっけ、なんだ辛いの平気ですよ。北極の火山って何のゆりか。そう、辛いの得意なんですよ、意外と。みんなが思ってるよりも。そうそうそう。吉村はいつも混んでるの。私ラーメンは太麺派です。なんかコシがあるやつが好き。でも細くてコシがあるやつも好き。なんかなんだっけ、一蘭か、コシがある系が好きです。ラーメンビュー気になる、わかる、めっちゃ気になる。ミリナの見て、家系浴びたい、わかる。豚骨が好きです。ニンニクとか背脂とか。辛いのみんな好きなんだね。バリカタが好きです。みんなめっちゃラーメン好きだね。やっぱラーメンっていいよな、わかる。つけ麺好き。私も油そばも好きです。春日亭の、一時期好きすぎて春日亭が取り寄せてました。バイト終わって今来た。お疲れみよ、マヨネだ。喜多方ラーメンも美味しいよ。辛ラーメンも大好きでした。あの小学生の頃は、あの本当に食べてた時は、あの蒙古タンメンと辛ラーメンを、あのカップラーメン食べてました。1日2個ずつぐらい。つけ麺富田知ってる。あとつけ麺鉄とかも知ってます。ガンチ疲れた、お疲れ様。辛ラーメン、そうそうそう、ラーメンになりたくなってきましたね。やばい、お腹すいた、羊羹食べたい。プルダックポックミョ。そう、私本当に辛いもの大丈夫なんですよ。コロン、蒙古タンメン辛いの。そう、激強な小学校1年生から辛ラーメン食べてて怒られてたママに。体に悪いでしょって毎日食べてたから。そうそうそう、本当に激辛いけちゃうんですよ。私本当に食べてた時は、ごめん、めっちゃ雑談ばっかしてるんだけど、まあでもみんな好きって言ってくれるからいいや、雑談配信。なんか朝から、あ、中華そばも大好きです。つけ麺鉄の中華そば大好き。まず朝起きて普通に食べるじゃん。でお弁当、まあ言ったことあるかなこれ。そう、それで小学校、私すごい食べる女だったんですけど、小学校か中学校の時にまずあの朝食べて、であのいちごとか、朝何食べたかな、いちごとか、うどんとか食べていってて、でそれであのお弁当を早食いして2時間目ぐらいに、あ、2時間目か3時間目ぐらいにちょっと食べて、でなんか倍、普通にお昼は食べるんですよ、二段弁当みたいなの食べて、でそれでその後に足りなくて、あの購買があるんですけど、購買でパンを3つぐらい買って、カレーパンとドーナツととかを、すごい、メロンパンが美味しいんですけど、それを3個買って、あとミルクティーも2個ぐらい、こういう紙パックあるんですけど買って飲んで食べて、で部活終わり、部活の始まる前にもそれぐらい、それを食べて、パンを2個ぐらい食べて、でそれですごい笑われてるんだけど、で部活終わりになんかタリーズに行って、チョコリスタの L サイズと、なんだっけ、チ
スコリスタの L サイズとジェノベーゼパスタ2杯食べて、あとフォッカなんたらみたいなパンみたいなやつ、パンの中にチーズとモッツァレラチーズとトマトが入ってるやつを1個食べて、でそれからママが迎えに来てくれるんですけど、ドーナツかさつまいもかサーティワンのアイスのどれかを食べます。そうしてでメロンも食べる。でそれで家帰ってきてから辛ラーメンと蒙古タンメンを食べて、どっちか、まあどっちか食べてるかな、どっちか食べて、で普通に夜ご飯食べて、寝る前にドーナツとか食べてました。やばくない？本当にやばかったの。マジで私本当に食欲が歯止めが効かない女なのね。なんか食べれたらもうすぐ食べちゃう。そう本当に想像の、え、マジでこれは多分、あ、言ってるかな、でも言ったことあるかな、1日10食11食とかだったんですよ普通に。そう、胃がレベチだからマジで誰にも負けん。マジで誰にも負けない、本当に。多分私マジで大食いやってくださいって言われたら本当にいける人だと思う。だってこの間ステーキ 400g パクリだ、ペロリだったんだよ。途中から聞いてないです、やめてよ、聞いてください。そう、雑誌でやったことあるかも。本当に食べれますマジで。いや本当にね、マジで多分イコラブで一番は私だと思うけどさ、やっぱ証明する場所がないじゃん。そうそうそう、私お昼以外はさそんな食べれないからマジで負けない。え、ステーキ 400g で全然お腹空いちゃうんだから、こっちはこっちとらさ。待って、みんなラーメン、美味しそうなラーメンのステンじゃん、無理、食べたい。大食いね、今の食生活の、確かに一生食べ物提供するので結婚しましょう。本当ですか？400ってまあまあ、嘘、全然いける、1000はいけると思う、ステーキ。そう、なんか私すごい友達に言われるんですよ、な、友達っていうか友達の、そう、友達に言われるんですけど、ナタンは絶対結婚するとき牛を100頭ぐらいこうやって持ってきてくれる人と結婚した方がいいよって言われました。そう、めちゃくちゃ食べれる、ののちゃん、ありがとう、優しい、かんちゃん。ステーキ1枚厚くても 300g 余裕ですね。なんだっけな、うん、一回 USJ でなんか 500g ぐらいのやつかな、250じゃない、 500g かな、500g は平気で食べました。1000は分かんない、1000はちょっとやったことないから分かんないけど、500はいけました。500食べてママの食べてたから700ぐらいは食べたんじゃないかな。牛になりてえと初めて思いました。やばい、外気めっちゃ大食いです。でも1000はいけるか分かんない、1000はちょっと分かんないけど、頑張ってね楓。嵐さんだ、そう、お肉ならいけちゃうんだよね、しかも脂っぽい肉が好き。届いてない、肉社長、ティラノサウルスもびっくりとは。ステーキ 300g でもまあまあきつい、ほんと？待って、嘘ついてたら困っちゃうから、ちょっと USJ のさメニュー調べていい？そんなさ500とか言ってさ、私さ多分 グラムのさあれが分かってないから、ちょっと待ってね、と嘘ついてたらちょっとさやばいやつじゃん。ユニパステーキ、あ、そう、タレントパワーランキングみたいなの見ました。脂っこいの胸焼きするでもいいんだよ、脂っこいものなんて食べなくたって、食べたらさ増えちゃうから。フィネガンズじゃないんだよね、なんだっけ、フィネガンズか、あ、フィネガンズじゃないの。私ユニバ大好きで、ちょっと待って、あのさステーキ屋さんあるじゃん、名前がわかんないな。さっきカルボナーラ食べた、嬉しい、嬉しいじゃない、ごめん、いいなって私だ。そう、タレントパワーランキングのやつ、あれって何なんですかね、びっくりしちゃった。すごいありがたいですね、本当に。ナータンがカルビに見えてきたわ、ちょっとしんどいんだけど。そう、パークサイドグリルだ、
それそれ、パークサイドグリルメニューで調べればいいのか。ドグリルメニュー、そう、400g だ。やっぱ400は余裕だったんだよね。そう、400が余裕だったんだ。500じゃないわ、400余裕だったんだ。そう、バックサイドグリルのなんかめっちゃ美味しかった。いきなりステーキ行ったことあるよ。ナタンは自分のこと肉の部位で例えるならなんだと思う？サーロインかな。待って、400g にしても多い。ほんとユニバーね、いつかね。タンコなのでタンです。それはそうそれはそうだった。あと一つね、 お話ししたいこと、言いたいことがあって、あ、全然気構えないで聞いてください。誕生日なんですけど、ごめん、めっちゃ話変わっちゃう。サーロインステーキの話か。そう、誕生日なんですけど、タグ何がいいかなと思ってて、斉藤渚生誕祭2021か斉藤渚生誕祭だったらどっちがいいですか？細くないよ私、ほんと。やらなきゃん。そう、来週なの誕生日。そう、誕生日怖い。自分の誕生日のタグ決める、だってさ、決めないとさ、みんなの見れないじゃん。2021つけた方がいい。サイロイン生誕祭ダメなのよ。2021ついてる方がいい。じゃあ、ハッシュタグ斉藤のぎさ生誕祭2021。これって2021が数字にあってもあれするんですか？トレンド入りみたいなするんですか？トレンド入りを狙う女やばい。がめつすぎる。がめつ女すぎ。がめつ女とはって感じなんだけど。国民の休日にするべきです。画滅女死ぬ。誕生日の日配信しますよ多分。あ、そうなんだね。みんなありがとう。画滅くいこう、やばい。まあ、知っていただけるチャンスにもなりますしね。じゃあ皆さん、画滅女、山女、やばい。テスト休もうかなって。休まないで、ダメだよ、夜するからさ。怒ってるまま。ガメツオンの生誕祭最悪じゃない？串の形やばい。あ、これポムが食べてるんですよ。ツイートする、ありがとう。タレントパワーランキング発揮しよう、やばい。届いてガメなあと。じゃあ皆さん、もしよかったらその日は、ちょっと待って、前髪きれいにして。そう、みんなきっとたくさんツイートしてくれると思うんですけど、ポム串食べるよ。いつもだから怒ってる。ダメでしょ。ガメツオンの生誕祭は最悪だよ、もう。誰ですかってなっちゃう。ということで、それではお願いというか、もしよければ拡散していただけるととても嬉しいです。とハッシュタグ斉藤のぎさ2021、あ、違う、ハッシュタグ斉藤のぎさ生誕祭2021でツイートしてくださったら全部見に行きますので、皆さんぜひツイートよろしくお願いします。全部見ます。ハッシュタグ斉藤のぎさ生誕祭2021でお願いします。はちゃめちゃにツイートする、ありがとう。みよちゃん、任せてありがとう。よろしくお願いします。トレンド入りさせる、優しい、指たくさん使います。ありがとう、楽しみ、ありがとう。みんな優しいね、本当に。みんな優しすぎて、なんか笑えてきちゃうぐらいに優しいよ。ガメツイートやばい。ぜひよろしくお願いします。今日もかわいい、ありがとう。みんな見させていただいてます。指折れるまではツイートしないでね。どんなやつでもすごい喜ぶと思います。どんなやつっていうか、まずツイートをしてくださるっていう時点ですごく嬉しいです。あ、すごい、もう書いてくださってる。これでよろしくお願いしますって。
嬉しい。いやもうみんな、もうみんないっぱいツイートしてくれてんじゃん、ありがとね嬉しい。ぜひよろしくお願いします。なぎの誕生日までケーキ断ってるね、かわいい。じゃあ皆さんぜひ楽しみにしててください。どんなツイートでも全部見ます、本当に。何ですかね、画像ついてても画像ついてなくても動画でも全部見させていただきます。よろしくお願いします。人生で初めて推しの誕生日でありがとう。お肉写真見るよ。もう私誕生日何するんだろう。当日は分かんないな、お仕事がもしかしたらワンチャンあるかもしれないから。今のところはね、ないんだよね。でも言っていいですか、ママがいないらしくて多分ぼっち誕生日なんですよね。呼びも嬉しいって言ってる、ありがとう。タンプレはね、まだね、何にするかママが多分選んでくれてると思う。ママお仕事なんだって。めっちゃお腹鳴ってるんやが。そう、あ、みんなありがとう。タグみんなタグ決定のなぎちゃん公式のハッシュタグって書いてる。待機ワクワク、画面つくても好きだよ、やばいみんなありがとう。テリーちゃんだ。ナータンはバタークリームケーキが好きです。チョコバタークリームケーキ。誕生日は A5 ランクのサーロイン5キロ、最高。戦隊戦の向上は考えて一人で叫んでく、嬉しい。なぎさだよ、みんなこんにちは。タグちゃんと使うね、ありがとう。ね、一緒に祝いたい。人生だったらおいで、私のお家に。私今ね、本当にあの一緒に過ごす人探してるんだ目から光がなくなる。今本当にぼっちなんだ、今のところ。あのキューボ斉藤なぎさと誕生日を過ごしてくれる人。え、行っていいの？行くよ、行きます。あ、ぜひよろしくお願い。ホームパーティーする、みんなで。いいじゃんいいじゃん。じゃあみんな持ってきてね、なんかお肉持ってくるんだよ捕まってもいいのです、ので行きます、やばい。楽しみ。じゃあみんなと過ごせるの楽しみにしてるわ。確かにメンバーのお家行くのもありだな誰の家行こうかな。家壊れそう、やばい。え、ほんとにマジで一人なんですよ今のところ。え、マジでどうしよう、本当に悲しい。え、ちょっとリアルに誰かいませんガチトーン。え、リアルに私の誕生日誰か過ごしてくれません？ご連絡お待ちしております。前髪やば。牛タン持っていく。ねえねえ、牛連れて行かなきゃやばい。違う、荻原さんお仕事なんです。そう、荻原とひーちゃん誘ったらどっちも仕事っつっててってなった。まだ今んとこその2人ぐらいしか誘ってないから。そう、あとりおちゃんも誘ってみようかな。もうあの北川りおちゃん、そうなのー今から牛飼いに行きます、やばい。待って、イルカちゃん、何これ。え、何ですかこのお花みたいなやつ。え、みんな教えて、このお花何。誘われてないなし、やばい。え、このお花みたいなやつ何ですか。嬉しい、ありがとう。ありがとうの嬉しいな。お花ですか、ありがとうの巻き。タワー吹き流し七夕。ありがとう、イルカちゃん。イルカはイルカ？じゃあ一緒に吹き流そうか。吹き流しって何かちょっと調べてもいいですか。ごめんなさい、
無知なもので七夕のとしまってね、吹き流しとは、どういうこと？七夕調べる女、七夕どういうことこれ、吹き直し、あ、すごいいっぱい出てくる、一緒に吹き流そうかはやばいって言われて、短冊とか、あーこれか、すごいごめん、うるさい女だったね今、ありがとうイルカちゃん、イルカはイルカ、今日も一日ありがとう。ググったら出てきたよ。ググったらだって。イルカちゃんじゃん。どうしようかな。一緒に、あ、じゃあなんかお願い事しよう。いきます。イルカちゃんがずっと渚と一緒に今年も来年も再来年も10年後も一緒にいてくれますように。吹き流しー仙台の七夕、あ、そうなんだね、また一つイルカちゃんのおかげで賢くなりました、ありがとうイルカちゃん、チュッ七夕何お願いしますか、何お願いしようね、イコラブが国民的アイドルになれますようにじゃないですかね、やっぱり隠しを解きながら言ってることではないんですけど、吹き流し一行さんやばい、仙台七夕祭り吹き流しやめて、おもろすぎる、じゃあさ、今日もなんかやろうよ、何がいい、なんか思い出とか、あとはなんだろうな、モノマネとか萌え台詞でもいいし、あと何があるっけ、ちょっと待ってね、調べよう、調べようじゃない、私のメモ、と裏話相談コーナー、質問のコーナー、投票、リプ早読み、裏話、写真で振り返るコーナーとか、萌え台詞ちょっとなーって思ってる、だって今日あんま可愛くないもん、泣きメロだよ、まあ萌えセリフやりますか、じゃあ久しぶりだし5分だけ5分だけやりましょう、じゃあ5分ね、じゃあ30分まで、イコールラブが今年の JK 流行ランキングに入ってた、ちょっとそれ一回見ていいですか、ごめんなさい、え嘘、 JK トレンド、え、なんてやつですか、 JK トレンドランキングみたいなやつ、あ、結構前のやつ、あ、前かな、前入ってたやつかな、前入ってたのは知ってる、私も JK なのでいっぱいパウダーつい、あ、これね、これ違う、パウダーじゃない、多分光、私も JK です、嘘やろ、じゃあナータンの萌え台詞なんだっけ、これでいいんだよね、ハッシュタグナータンの萌え、あ、オッケーオッケーオッケー、ねえねえ一緒に帰ろう、今んとこ、あ、あった、32分までやりますね、彦星さん、その牛渚にくださいな、7月も渚と一緒だよね、更新されない、来たかな、あれ、連邦政府閣僚閣議に申し上げる、私はマフティーエリンだ、何事、君しか見えない、君しか見えない、ここ渚さん家だから、誕生日は君と過ごしたいな、来ないよ、全然来ないブチギレる女、テストお疲れ様、ねえねえ誕生日一緒に祝ってくれるよね、
A5 ランクのお肉欲しいな。私をトップに連れてって。待って、本当に更新されない。待って。みんな飽きてきた。ありがとう。優しいね。ナータンの誕生日は一緒にステーキ食べよう。ラーメン食べるなら写真送ってね。7月6日は何の日か分かってるよね。あーでも唐揚げかな。勉強頑張ったらご褒美あげる。教科書忘れたの？しょうがないな。いいよ。ほら、でかすわけないでしょ。見せてあげるから机くっつけて。なんかさ、こういうさ長いやつめっちゃ恥ずかしいんだよね。ナータンチャンネル、7月もずっと一緒にいようね。それはキュンだよ。ラーメンのように君をすすりたい。今日も大好きだよ。今日もお仕事お疲れ様。次の休みはどこに行こっか。誕生日はもちろんあげてくれてるよね。俺だけ押すって言ったよね。じゃあ他のやつに好きって言うのやめなよ。彼女の誕生日と渚の誕生日どっちが大事？ナータンの誕生日は連れてきてよ。五島の間潰してあげるね。渚と七夕一緒に過ごそうね。うんぬくんぬ、あのんって言 え、どういうこと？秋原のやつか。なんで一人でお肉食べに行ったの？誕生日には12時にツイートしてくれないとおこだよ。翌ありはナータンの凱旋だから、ナータントレーナー来てほしいな。誕生日一緒に過ごさへん？一口1万円です。誕生日なんだけどどうして来てくれないの？ねえ早く来てよ。今家にいるんでしょ？ねえ早く外に出てみてよ。夏休みどっかに行こうかな。どっかに行こうか間違えちゃった。渚の誕生日たくさん愛伝えてね。待ってる。ねえねえ、渚が一番だよね。ねえ誰推しなの？もちろんナータン推しだよね。待って、渚のことずっと見ててよ。君は私のサーロインだよ。お仕事お疲れ様。明日からも一緒に頑張ろうね。渚のことずっと好きでしょ。誕生日お家で一人なんだ。来る？ずっと好きでいてよね。彼女さん小食なんですか？私なら1キロ余裕ですよ。今年の夏はナギと一緒に過ごそうね。誕生日一緒に焼肉パーティーしよう。ナギサしか勝たん。ずっとナギサのものだよ。約束大好き。口にバタークリームついちゃった。取って。君はサーロインやばい。私の一番好きはあなたのものだよ。ご飯にする？それとも渚にする？テスト中渚のことばっかり考えてない？ちゃんと集中して。渚の誕生日一人にしないでね。さすがに恥ずかしすぎてハッシュタグはできない。どういうこと？やりなさい。君しか勝たん。ということで更新されなくなったので終わりで、はい、ありがとうございました皆様。続いては何をやりますか？なんかさ、渚に聞きたいこととかありますか？なんかね、私がファンしてた頃とかの話もこの間してすごい楽しかったし、なんか渚に聞いてみようみたいな、渚への疑問ありますか？なんかこの企画にや止まらん。最高でした。ありがとう。あ、愛花ちゃんだ。こちらこそいっぱいツイートしてくれてありがとう。たい焼きは頭から食べますか、尻尾から食べますか？迷う。頭か、それか私はあれです、ビリってやる人最悪こうやって真ん中をビリってやる人。たい焼き大好き。ナイトルーティーンは夜筋トレして、お風呂出て筋トレしてストレッチして
ボディクリームつけてスキンケアする。で携帯いじってちょっと勉強して寝る。山本彩花さんに初めて会った時の感想、これはね言いたい、本当に聞いてほしいんだけど、あの山本彩花さんにお会いしたのが他の方のメンバーのさんの鍵開けをしたんですよ、握手会の。その時に横のレーンが彩花さんで、私のその行ってる方のメンバーさんがまだ出てきてなくて、彩花さんがいらっしゃったんですよ横に。でやばい待ってバチボコに可愛いと思ってこうやって見てたんですよ。したら彩花さんと目があって、水飲んでたんですけど、お水飲まれてたんですけど、こうやってやってくださって、もうそれで私はもうはい好きおしめってなりました。タルト好きです。ちっちゃい頃の話、ちっちゃい頃はただただ無口で、小学幼稚園になってからあのいっぱい喋るようになりました。で男勝りでした、もうイケメンって感じ。私も腹から行くよ、腹から行くタイプ、こうやってピリって。和菓子派洋菓子派どっちも好き、だけど洋菓子かな、でも和菓子も好きなんだよな。ラーメンは麺からです。何のボディクリーム？ニベア。おぎはなちゃんにスタバクしたことあるよ。もう花から連絡ないときはもうシキ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 みたいな。おでんの具で何が好きなんでしょうか。卵とね大根だね。鍵開け中やめてよ、鍵閉め中でもあったけど。好きなお団子の味、みたらしかきなこ。そう、おしめのレーンから多面につられるのあるある、それわかる。私小見春さんにそれでつられました。まだたい焼きの話かわいい小中高のそれぞれの得意不得意教科。得意だったのは、あ待って、ナータンに聞きたいでこれやりますか。ナータンに聞きたいでやろう。じゃあ今とりあえずはちょっと読むね。でナータンに聞きたいで皆さんツイートしててください。あの全部ひらがなです。じゃがりこはあれが好きです、明太なんたらみたいな、わかるかな、明太子のやつ。どっちも好きな言い方かわいかった。嘘、なぎさちゃん、そうサバサバしてるっていうか、なんかね声がねあれだからかも。和食派洋食派洋食派かな、どっちも好きだけど。ビーフはチキン、ビーフ。あれさっき何の話してたっけ。ピアス開けたい願望はないかな、痛いから。あ小中高の得意なのが、小学校とかは体育が得意で苦手が音楽だった。でも逆になった、得意が音楽で苦手が体育になったなんでやん。私まゆゆさんに初めて会った時も好きすぎてファンレターをその日中に書き、そう鍵閉めちゃう、わかる。お話し会の時めっちゃ前から、めっちゃわかる、かわいい。ちょっと立ってから受けて。みたらし、みたらし、みたらし、どっち。みたらしって春巻きと同じアクセント、めっちゃわかりやすい。春巻き、みたらし、みたらし、私なんて言ってた。ツイートしてきた、見るね。じゃあなたに聞きたいやりましょう。メンバーの中でペットにするなら誰がいい？ペット、キアラ。つぶあん派、こしあん派、圧倒的こしあん派。自称夢小説ね、見せてもいいんだけど本当にキモいんだよな私さすごいキモい待って、これはさすがに本当にキモすぎて見せられない、ごめんなさい、本当にダメでした。高身長女子大好きです。日焼け止めはアリー使ってます。夢小説は本当に絶対ダメ。隣のレーンにいるナータに釣られたい、釣りたい。おすすめのパックはないんですけど、あれかな、なんたら日記みたいなやつ、あとなんかね黒いやつ、伝われって感じ、あと鹿クリームみたいな、鹿なんたらみたいな。人生初の握手会はいつですか。え、わかんない、覚えてない。小学校 2,3 年生ぐらいの頃かな。今どこに行きたい、遊園地か岩盤浴。夢小説いつかグッズ化してくれたのも無理です、ロッシー。迷うね。好
好きなおせんべいの味。しょっぱいの。すごい、ごめん、軽めのやつ結構言ってくね。メンバーの中でお母さんにしたいのはアンナ。コンビニで好きなスイーツ、ミルクレープとかザハトルテ好きでした。誕生日動画か画像どっちが、どっちも嬉しいよ。私のために頑張ってくれるのが嬉しいです。夏ドラマの種類が分かんない。凪のラップ聞きたいです。無理です。夏のドラマって何があるんですか。夏ドラマ、夏ドラマ2021調べよう。どれを見るかみんなと決めようじゃ。あ、書いてある。総まとめ、注目の新ドラマ。彼女は綺麗だった。私さ、韓国版見たから見ようかな。推しの王子様ってどういうお話ですか。やばい、どっか行っちゃったよ。あ、来た。推しの王子様、面白そう。今ね、全部まとめみたいなやつ見てる。孤独のグルメ、ボイスみたいな。あとなんかおすすめありますか皆さん。プロミスシンデレラ、彼女は綺麗だった、いいよね。うん。ごめん、今めっちゃ見てる、真面目に。ラップかわいい、本当ですか。やっぱボイスとかかな。なぎさちゃんがバイトするならどこがいい。焼肉屋さん。メンバー同士のイチャニチャだって。イチャイチャについてナータン先輩どうお考えですか。最高。パクチーは好きですか。あまりお好きでもありません。苦手です。ディズニーで好きなキャラはラプンツェルとアリエルとベル。読書は紙派ですか電子派ですか。紙派。私量産と地雷の違いがわからないんだよね。本当にごめんなさい。本当にこんなこと言ったら本当にちょっとダメなんですけど。そう。おすすめの小説、彼女は帰らないかなが好きです。落ち込むことありますよ。渚もてか常に落ち込んでる。年上派、年下派、どっちも好きです。でも精神年齢は高い方が好きかな。そう。好きなポケモン、迷う。最近すごいポケモン見てるんですよね。私めっちゃ好きなんですよ。あのね、面白い。チラーミーとかロコン好きですね。ガチ恋のファンどう思いますか。最高です。今日これしか言わんのかな。キャラクターって映画知ってますよ。見たいなと思う。目玉焼きにかけるならどれ。塩、胡椒、醤油、めんつゆ、マヨネーズ、塩胡椒です。ゲームやってるよ。 LINE の通知何件溜まってますか。ちょっと見ていいですか。125件。あなたがいつも使ってるチークブラシ、ファンの方にいただいたやつです。そう、アローラロコンが好きなの。そう。ためが天才、やめてよ。一日動物になれたらウサギ。よく使うスタンプは何ですか。あのシュキピスタンプ使います。ワルビアル125件。私この間600件貯めましたよ。サンリオで好きなキャラはクロミちゃん、マイメロ、シナモンク。男子になったらやりたいこと、女の子をキャーキャー言わせたいですね。そう、アローラロコン大好き。アイドルになってなかったら何になりたかった。私これはずっと言ってるんですけど、ヘアメイクさんか秘書さんになりたかったです。好きなコンビニ全部好きです。ナギのことずっと好きでいてください。今 TikTok でしたい音源いっぱいある。私バンバンやってやつやりたい。でもね、あれめっちゃかっこよくできないんですよ。やってたゲームいっぱいあるな。
ぱいあるの。ポコポコとか、あとね、私のねゲーム教えてあげるよなんでそんな裏上から目線なんだけど、ミラクル2期、ミンハヤ、黒い砂漠、ポケットタウンみたいなやつ、ツムツム、パティシエブ、グルメのやつ多いな、グミドロップとか、あとなんだろう、まあ、それぐらいかな。すごいいっぱい勉強のやつも入ってますね。パンパンやってやつもし自分がイコラブのファンだったらなんて名前にしますか。誰推しかにもよるよね、それって。すごく私多分軽率な名前つけちゃう。なんか例えば待って恥ずかしいからやめよう、これ言うの待って恥ずかしいからやめます。軽率とか言ったら失礼だしね、やめよう。シュキピください。シュキなの、シュキなの、シュキシュキシュキピ。空飛べたらどこ行きますか。た、雲軽率交渉。イコラブのグループラインの面白写真になった、私が多分たくさん入れてるかも。なぎメロお願いします。なぎメロし、慰めてください。まあちょっとあの何か、なんでかは言わないですけど書いてください。慰めてくださいって書いてあるから。人間心だよ。ドラえもんのスマホケースどこのなんだろう、ママが買ってくれた。明日何したい、休みだったら寝たいですサッカー好きです。小学生の頃、幼稚園の頃からやってました。好きなアニメはいっぱいある。でもハメフラとか、あとなんだっけな、私が見てたのなんか魔法のやつめっちゃ好きでした。私プリクラ撮らないんだよね。なぎおと付き合いたいの。じゃあなぎお呼んでくるね、待ってて。ちょっとどうしたんだよ、俺になんかよ。自分がイコラブのファンだったら誰の握手通ってたと思う。めっちゃ通ってると思う。多分とりあえず全員は行くね。うんイコラブって全員行ってみたくなるよね。何ギガですか。50ギガだと思う。無制限にしたい。パンは何が好き。クロワッサンが好きです。あ、でもクリームパンも好きだしカレーパンも好きかな。おすすめのプチプラコスメはセザンヌのペンシル。つむつむ最近してない。佐々木舞香です。ナータンのラインのトップガはハナとのツーショットです。ミスチル聞きますよ。ミスチルさん、また私ギフトさ、なんかさ読めてないですか。もしかしてクマさんとか送ってくださった方、もし分かったら皆さん教えていただきたいです。ごめんなさい、流れてるみたいで本当に申し訳ない。世の中愛だと思います。塾今終わって帰ってる、お疲れ様。最近のおすすめの曲はシシャモさんの、最近またアルバムが出たんですけど最高です。最高の休日の過ごし方、くっちゃねくっちゃねくっちゃねほのかほのかくまありがとう。ほのかごめんね、流しちゃったみたい、ごめん、ゆるちって私の明日の昼ご飯ステーキ。ドラえもんで一番欲しいとこもね、これはね本当にねダメな女なんですけど、スペアポケットが欲しいです。それがダメって言われてしまうのであれば、なんかあの物が複製できるやつ、鏡みたいなやつが欲しいです。キリリンクマありがとう。何歳までに結婚したいですか。30歳までには結婚するかな、多分。ノイミーちゃんなら誰の握手行きたい。みんな行きたいです。リサちゃんと連絡取ってますよ。魚の料理は何が好き。あれが好きなの、名前が出てこない、あれな、メカジキ。ナータンのこと好きになってください。自分のモチベーションの上げ方、自分を好きになることですね。結婚するときは事前に教えてください。教えますよ、みんなに紹介しますねなんかみんな
私は今の気持ちはみんなと結婚してますから。いいんだよ、アイカ、食べな。食べたい時に食べるのが一番。ナータン的、これは高得点だなって思う。それ100点でしょ。終わりかな、ナータンに聞きたい。ありがとうございます。好きな教科、今は音楽です。マイカタン、ありがとう、投げてくれて嬉しい。チュッ、アイドルです、100点満点、ありがとう。でも本当に私はみんなと付き合ってる気持ちでいる。だってこんなに構ってくれてさ、こんなに構ってくれて、こんなに毎日好きとか可愛いとかくれて、いっぱい話してるんだからさ、恋人じゃない、普通に考えて。普通にごめん、勝手にごめんだけど恋人だと思ってるよ私は。え、勘違いかな。汗。え、そうでしょ、だってそうじゃんね。その発想はなかった、やばい。僕たちは付き合ってると宣言しよう。最高のアイドルすぎる、ありがとう。うん、じゃ、そうなんや、そうだよ、テリーちゃん、そうだよ。なんかどう考えたって、だってさ、こんなさ電話してるようなもんじゃんかよ。おい、内緒にしようって言ったじゃん、やばい。今まで気づかなくてごめん、本当だよ。みんな、私だけだったの、この気持ちを抱えてたのは。もう怒ってメガネしちゃう。ごめん、ここにメガネがあるからだ、なんだけど。懐かしすぎ。恋人できたって周りに言ってください、私ですよ。また会ってください。軽率にガチ恋した、今多分ガチ恋、本当にガチ恋、ガチ恋投票したら今あれですか、どうですか、これで。じゃあみんな久しぶりにガチ恋投票しますか、これで。調子乗っちゃう、調子乗っちゃう。親に紹介します。面白い女、やばい。付き合ってる人いる？いるよ。斉藤渚は強すぎ、やばい。丸メガネはガチ恋と、じゃあガチ恋投票しましょう皆さん。これはフォーリンラブ、やばい。1がガチ恋、2がガチ恋じゃない。初のガチ恋投票してしまう、ほんとこと。アホやん、一人でやった。皆さんぜひ投票してください。あれ、これ投票されてる？今日は1、2でさせてください。やった、なんかね、投票が見えんでない。なんか私のショールームやっぱおかしいのかな。ほぼほぼ1。じゃああと30秒、あ、じゃあ20秒、20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10。メガネアピールしすぎ。6 5 4 3 2 1。いや待って、ここでループしんどくない？ 86% って、あ、ちょっと待って、待って、今落ちそうになっちゃった。私ループのタイミング完璧、それだ。え、 86% 誰かスクショしてましたか？渚に送ってくださいね、ガチ恋初めてだ。じゃあみんな、今日はメガネでランキング読んでいこうかな。キリリン、クマいっぱいありがとう。メカタンもありがとう。ほのかもありがとう。イクリン、あ、見えるようになった。プーさん、クマありがとう。じゃあ読んでいきますね。水内、今日もありがとう、好き。ユサ、今日もありがとう、好き。モエタ、なぎさのモエタ、今日も大好き。今日もありがとう、好き。間違えちゃった。レイナ、今日もありがとう、好き。ほのか、今日もありがとう、好き。ブーさん、今日もありがとう、好き。ガンツ、今日もありがとう、好き。キリリン、今日もありがとう、好き。リクリン、今日もありがとう、好き。マイカタン、今日もありがとう、好き。ニヘイちゃん、今日もありがとう、好き。イルカ、今日もありがとう、好き。ロンド、今日もありがとう、好き。二重に聞こえる？なんでやろ、うん、なんで。
カエルの合唱みたいになってる。辛くないそれ。謎謎いじゃん。え、声配信になってる。ちょっと待ってくださいね。治りましたか。私の子とか全然普通。なんでだろう。人によって不調なのかしら。不調なのかしら。大丈夫、治った。よかったよかった。大丈夫やで、よかったわ。ということで、私と誕生日誰が過ごしてくれるんですかね。マオだ。渚ちゃんのショールーム初めて見たけど楽しいです。本当ですか。また会ってください。あ、ボキ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 。じゃあ最後になんかモノマネしときます。時間つぶしはモノマネっていうね。私誕生日にガチな女なんです。本当にがめつくてごめんなさいなんだけど、私すごい誕生日ってやっぱ好きなんですよね。だってみんなが私に構ってくれるじゃん。ハイバライちゃん、ハイバライちゃんは私はパス。私はパス。構う。ヤバ女もガメツ女も好き。キアラ。斉藤キアラです。佐々木舞香です。佐々木舞香です。マイアイディール。めっちゃ待って、また 10% でした、ごめんなさい。マイアイディール。ハンパンマン。ねねちゃん、ねねちゃん、ねねちゃん。トマト一成長な。今日調子悪子ちゃんするな。今日もありがとう。やすみまだだよ。まだ待って。まだテリちゃんと3分あるもん。ハンパンマンなの好き、やめて。飼い主を待ち焦がれてた子犬のね。ポムやん。今日も顔見れてよかった。嬉しい回で。あ、でも充電したから止まったんだと思う。こじこじの真似できないんだよね。マジかわいい、ありがとうございます。ねえ、まだみんな寝ないで。にゃん。1、2、3。ゆきとさん、まだみんな寝ないでよ。下手だった。まだみんな寝ないよね。今日もありがとう。嘘でしょ。まだ、まだまだだよ。まだ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 みんな寝ないでしょ。とりあえず赤ひらげさん、まだ終わってないよ。まだ終わってないから寝ないで。ピチューできないな、むずいな。ピチューね。さくらちゃん以外のゆきとさん、確かに。まだ寝ないだろ、まだ寝ないだろ。受け止めて。赤平さん面白すぎる。やばい、ゆなたちゃん、かすちゃんだ。赤平さんほんまにいそうで草やばいろし。いくら袋のなんだ。まだみんな寝ないでしょ。だってまだニューあるよ。ねえ。これですよ、リアルに。まゆみろちゃん、私のこと置いて寝ないよね。寝ないよね。私のこと置いて寝ないよね。可愛くて困る翔太、ありがとう。ガキンチョすぎ。待って、あと1分だわ。寝ないよねとか言ってて、あと1分だわ。やばいやばいやばい。今日もありがとう。一日マギメロのこと置いて寝ないよね。ルンマンリちゃん、あさみ絶対寝せないよ。今日は寝るけど明日も朝早いから、みんなじゃあ決めよ。明日朝起きたらじゃあおはようってツイートして。勝手に決める。まあみんなツイートしてくれてるのは知ってるんだよ。全部全部見てるからさ。
明日じゃん。朝私早いからツイートして、もし起きたらいい？オッケー。じゃあ今日も一日ありがとう。おやすみ。大好き。バイバイ。